で、これをこうだ。オッケー。しーちゃん、はい、何漫画入れてんの？ねえ漫画入れてるんですけど。何今入れたの？ちょっと見して。これです。なんですよ、漫画じゃない？ここに漫画いらなくない？漫画ですけど。なんで漫画いるの？漫画ですけど。ダメじゃん、漫画入れちゃ。いいんですよ。なんで？勉強に漫画関係ないでしょ。関係あるんです。何じゃあ。文の勉強ができる、人の心を感じ取れる。文は国語でしょ。字の人の気持ちを感じ取れるは道徳でしょ。あと登場人物の気持ちになれる道徳でしょ。あと文で、あら、文と絵とかでさ、もう楽しめるってこと。まあそんな茶番はよくて、いや実はね、明日、はい、なんでしょう、学校でなんと漫画を使うらしいんですよ。そう、これ先生から言われて、はい、家にある漫画をね、一人一つ持ってきていいっていうことで、はい、なんか国語で使うらしくて、国語のじゃ教科書でちょっと確認しないとね。本当にそうなのか。本当に書いてあるんです。見ます？はい、もう見せてあげたいです、マジで。よし、じゃあ見せますね。はい、ほら、ここですよ、ここ。しほちゃんがね、漫画本をランドセルに入れるからびっくり仰天ですよね。こんな感じでね、うん、この漫画の方法っていう、国語でちゃんとね、こういう漫画をやるんです。なるほど。こんな感じで、ね、うん、こういうなんか漫画をやるんですよ、うんうんうん、へえ、すごい。漫画について勉強するってことね。そうなの。で、家にある、だからでも漫画を使って、こうやって教科書にも載ってるのね、うん、でもこれじゃ全然わからないと思うから、うん、家にある漫画を一冊持ってきていいよってことになりました。なるほど。で、もしね、漫画を持ってない子もいるだろうから、はい、そういう人は先生がね、そう、スラムダンク今日持ってきて、あ、昨日か、昨日持ってきてて、うん、いっぱいあるんで、持って、あの、ない人はこれでみたいな。先生一押しはスラムダンクだそうです。今日なんかね、うん、なんか今日の朝漫画について語られてさ、先生、先生も漫画好きなんだろうね。スラムダンクとハイキューについて語られて、うん、この2つだけはどっちでもいいから、うん、大人になる前に絶対に読んでほしいとか言われて。でもやっぱハイキューはお友達とかでも好きな子多いでしょ、うん、スラムダンクはあんまりなの？持ってきてる人いた。あ、持ってきてる人いた。スラムダンクはまだもうちょっと大きくなってからかな。 4,5 人だね。うん、まだ小学5年生だからね、一応ね、うん、もうちょっと大きくなってからかな。スラムダンクはパパ世代じゃん。そうだよね、パパ世代。パパもすごく読んでほしいって言ってたんだよ。そう、パパもね、あの2ヶ月前ぐらいから、うん、ずっと読んで読んでってくるの。うん、でも私漫画1巻読んでそれきりなのね。うん、じゃああんまハマらなかったってことだよね、今はね。まあ、でも1巻だからね、まだ1巻だから、うんうんうん、多分3巻ぐらいまで読んだらハマると思うけど、うん、はい、はい。で、今日ね、うん、2巻がなくて3巻から読んだの。うん、面白かった。面白かった、うん、あ、じゃあ今後ね、ちゃんと読める、読む機会ができるかもしれないよね、はい、そうですね。はい、ということで、ひょうちゃんは今回はでも文豪ストレート、こちらですよ、文豪を持っていきます。でね、2巻です、2巻。はい、きょうかちゃんが出るところです。よくわかんないですけど、はい、ということで堂々とね、持っていくそうでございます。これはね、紛れもなく学校の授業の一環として先生に持ってきてくださいって言われて持ってくる。本当はね、本当はね、今日から持ってきてよかったの、うん、で、みんな持ってきて、私忘れちゃって、うん、それで、うん、みんな休み時間に漫画読んでんの。あー、持ってきた漫画持ってくればよかったと思って、うん、超後悔してるんだけど、私ね、2巻持ってきます、今回。はい、で、全く多分みんな知らないと思う。うん、みんな知らないよね。本当はね、あの、少女漫画でも持っていくかって思ったけど、なんか少女漫画を学校で開くのはちょっと。そうなの？でも女の子なんだから少女漫画持ってくる人だっていっぱいいるんじゃないかね。そうかな。うん、まあでもいいんじゃない、それでも。だったらどうするか。
我が身の白雪姫とか思ってます迷ってますね。勉強しやすい方がいいんじゃない？そのやっぱり漫画は勉強に使うわけだから、漫画を考察するわけでしょきっと、うん、それ考察しやすい方がいいんじゃないの？まあ別によくわかんないけど、まあ何に使うかね、教科書見てないから、そうなんかずっと迷ってるんですよ、なんだかんだ言って、どれ持ってこうって、そこがあるのみたいな、だってね、一人一冊って言われて、一、うん、冊かよって思って、三冊ぐらいならまだ絞れたよ、うん、でも絞れないよ三冊でも、やばい。もう何でもいいじゃんってママは思っちゃうんですけどね。全種類1巻ずつ持ってきたけどダメだよ、でも1冊しかダメなんだからね。1冊は OK だよって言われてんだから1冊しかダメだよ。え、どうしようこちらどうしよう、本当にどうしよう。あのさ、あのここだから文豪にしようと思ったの。ああそういうこと、んじゃあいいんじゃない、そうやってちゃんと思えたんだ。あーでもなんか迷う、迷ってんの私の白雪姫とかさ、うん、なんか学校でさ、ヒロアナとか終わりのセラフも読めたら最高だなとか思ったけど最高じゃない、学校で読める。そうだけど、一冊だけだよ。だから迷ってるじゃん。難しいね。なんかね、友達の友達から聞いたんだけど、うん、まあ友達か、うん、友達から聞いたんだけどね、うん、あのみんなが知らない方がいいって言われて、うん、なるほど、そうなんだ。かぶっちゃうとさ、考察がみんな一緒なんだ、うん、あーなるほどね。じゃあいいじゃん、多分それ持ってくる人はしほちゃんだけだと思う。ブースト、うん、いやかぶんないよね、絶対絶対かぶんないよ、確か、うん、じゃあいっちゃないもん、そうやって決めたんだら考えれば迷っちゃう。なんかね、うん、ジャンプが多いよ、ジョジョとか、うん、ハイキューとか、うん、鬼滅が多いわけ、うん、でもなんかね、意外に呪術回戦はいなかった。あーまだ難しいもんね、呪術回戦ね。いやでも売り切れないじゃない。あーそういうことか。そういうことでしょ、うん、昨日もね、本屋行ったけど前回売り切れですって書いてあったね、うん、そう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 、だから、うん、だからね、だからだよ、だから正直ジャンプは持っていかなくていいかなと思って。これもジャンプじゃない、ジャンプじゃないです。あ、そうなんだ。はい、じゃあそれでいいんじゃない、もう決まり、はい、決まり。ちょっと待って、もね、まだ読んでない漫画が、昨日買った漫画が読んでなくて学校で読み進めてもいいかなって思い始めてきて。いや、ちゃんと一回読んでる漫画にしないもん、そんな恋がえ、どうした、どうしよう、もうそれでいいじゃん、からもう何分迷ってんの待って、22巻、22巻取って、22巻なんの、白雪姫、これもいいの、え、これもいいのこれもいいわけよ、マジで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 いいわけよ。それは恋愛ですか。はい、はい、やばい、もう私これもう5、6回読んだ。恋愛を持ってきてる人もいるの。いないいないんだ。いない、女子も恋愛じゃない。1冊ならこの2つを持っていくのに、なんで1冊なのえ、女子は何持ってきてたの。鬼滅、あの A ちゃん、うん、私は分かるでしょ、うん、はワンピース持ってきてて、でなんだっけこれ、Y ちゃん、そうそう、が、うん、鬼滅のガイデン持ってきてまして、なんかね、みんなジャンプなの。なるほど、マジで。じゃあでもこれね、超あの絵が綺麗だしね、うん、内容も超好きなの、うん、それでちょっと私何度も読み返してるんだけどはい、ということでちょっとね、長くなるのでここでここどっちにするか、ちょっとここでカットさせていただきます。ここやばいよ、ここやばい、マジでやばい、マジでやばい。ねえ、早く決めなよ、本当にねえ、早く決めないよ。ねえ、本当にどうしよう。マジで悩む。いいじゃん、もうそれで。一回決めたんじゃん。でも、これも捨てがたいの。両方持ってっていいかな。ダメだよ、怒られるよ、一冊って言われたんだから。なんで一冊なの？だって先生に一冊って言ったら。先生もさ、スラムダンクってジャンプなのね。うん。みんなジャンプじゃん。ジャンプ好きだね、みんな。あなたも。人のこと言えないでしょ。だって今日は呪術回戦だもんね、服。そうだよ。あ、そうだ。ジャンプじゃん。呪術回戦じゃん。見てください、この服。これ可愛くない？ドンキ行ったら呪術回戦のさ、服が売ってて、たまたま。あそこさ、めっちゃ売ってないメガドンキさ、いっぱいない。あるある。でも呪術回戦の服は初めて見たね。でさ、どっちにしよう。まだ悩んでますけど。両方持ってって。いやでも両方持ってちゃダメか。ダメだよ、両方はもうダメですよ。先生が一冊ならいいよって言ってたんですからね。守らないと。先生に二冊いいですかって聞いてくればよかったけど。どうしてもなんか捨てがたいのが二冊あってですね。もう。一冊だよ。だから迷って選べないなって。本当にどうしよう。こっちでどうしよう。
友達に電話しようかな。いいよ。もしもし、少女漫画とさ、そのアクション漫画どっちがいたの？でもみんな少女漫画なんて持ってきてないんだったら、みんなあれじゃない？少女漫画じゃない方がいいって言うんじゃない？でも、でも友達がさ、みんな持ってきてない方がいいよって言われたわけよ。わけよ。でも両方持ってきてないじゃん。じゃあもう赤髪にしなよじゃん。でもこれ持ってかないって言ってんじゃん。もう知らないよ。もう早くしないよ。今何時？もう9時50分だよ。やばい、私まだ勉強。どうしよう。ガチガチで、ガチで本当に早く決めなよ。じゃあ明日の朝決めたら、ちょっととりあえず2冊入れとくね。明日の朝抜きますのでね、一つ。何この悪そうな顔。オッケー。明日一冊抜くんだよ。一件落着。明日ちゃんと一冊抜くんですよ。え？え？じゃないでしょ。はい、ということでよくわかんない動画になりましたが、すいませんね、なんかなんと学校に漫画を持っていくという動画でした。イエイ。はい、でも待って、1日に1冊好きな本持ってていいって言ったら絶対漫画持っていくし、1日に1冊違う漫画持ってて毎日違う漫画読んで幸せいやいや勉強だから、来週テストだからね、テスト勉強しなくちゃね。そうなの、だからまだ昨日買った漫画一冊しかない。はい、漫画ばっかり読んでないで、ほんとこの来週がテストだからね、頑張って。そう、最近漫画全然読む、漫画とアニメ全然読めてない、今週、ね、勉強だよマジで。はい、テストだから、そう、学年テスト、学力テスト、学力テストだね。来週学力テストで、もうマジでやばくて、はい、それでね、そうなんですよ、昨日とか、マジで全然読めてないし、見てない。はい、よろしいです、勉強をとりあえず今だから、来週はもう終わった後はもう散々読むから、はい、いや楽しみです、ね、それまで頑張る、それまではちょっと勉強もね、勉強頑張るから、ちょっとしっかり頑張らないとね、いけません。もう5年生ももう終わりなのでね、最後はね頑張らないと。はい、じゃあもう寝ましょう。はい、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。本当に今から学校に電話して、あ、でもそうだ、9時までだった、先生。もういいから寝るよ。はい、バイバーイ。ありがとう、出ていいですか、先生。しつこーい。